て、この海戦、織田が勝つか毛利が勝つか。数的にはこっち、織田有利だけど。敵には小早川高影がいる。君の才、見せてくれるかい、高影。旋回。逃げる気か、臆病者の毛利め。突撃、中央から分断して敵戦に乗り込め。ああ、わざと分断させてたんだ。こりゃ積んだな。宝禄飛矢、正射用意、撃て。かわいい顔してやるよね、彼。それも全部民を救うためなんだもん。怖いんだか優しいんだか、ああいう軍師、官兵衛殿好きでしょ。行くぞ、高影を倒す策を練らねばならぬ。天下布武、織田信長が敷く苛烈な道は民にも酷な決断を迫った。新たな時代に生きたくば己を変えよ、とどまるものは無価値であると。その強引で急速な変革に対し、最下孫一らが反抗、か弱い民と共に信長に抵抗した。毛利軍の軍師小早川高影は、そんな民を救うべく毛利水軍を率いて織田軍を粉砕。その後再び救援要請を受けた高影は、最下衆と民を救うため織田軍と対峙する。信長、そして織田軍の軍師である竹中半兵衛と黒田官兵衛は、秘策を持って高影に再戦を挑んだ。天神の将、木津川口の戦い。一生は隠居っぽいね、お互い。民が心配です。合流を急ぎましょう。湯本は一の船の守備を頼みます。承知しました、補陣を。来たか、ここは通さねえぜ。いい男には敵が寄るってか。打ち取りました。槍の股だ、まかり通るぜ。ここでいってる。
章を討ち取りました。わざわざ民を助けに来たの？甘い子ね。開門！隠しているはず。怪しいのはあの船かな。敵軍師もいい目を持っているようですね。なんとか船を守らなくて。敵将を討ち取りました。ここまではうまくいきましたね。開門！皆さん、遅くなって申し訳ありません。やっと毛利が来てくれたか。お前ら、こっから巻き返してくぞ。敵が勢いづいてきた。そろそろ本陣の守りを固めとこうかな。敵もおじけづいてるぞ。一気にやっちまえ。開門。うまくことが運びすぎているような。考えすぎでしょうか。親に楽させてくれる高校の息子だ。三子の教え。こんな幼稚に無心の取り手とはね。これじゃ警戒せざるを得ないよ。この戦果、次の一手につなげなければ。敵将を討ち取りました。だがこうにしてくれるわ。敵将を討ち取りました。ここで一手でいい。敵将を討ち取りました。ああ、やられちゃった。これにて俺たちの敗北確定なんてね。そういうことだったのか。ここで民が危ない。迎え撃ちましょう。
頃合いを外さないよね。兵が敵を本陣に引きつけるのを待っていたに過ぎ。勝利条件変更。敵将を討ち取りました。負けてしまうとは。ん、親に楽させてくれる高校息子だ。いざバイエラン。やるしかないか。どうはいらぬか。ニスバトの首はここぞ。尋常に勝負いたせ。僕の手だ。おい、あの応接やべえぞ。早く止めねえと。確かに脅威ですが、射程は短い様子。今は撃たせておきましょう。ここで焦っては敵の思うつぼ。それにまだ奥の手を残しています。幹部、兵はもう下がる。その体では長い戦には耐えられない。官兵衛殿に優しくされると調子狂うな。大丈夫、今日は調子いいからさ。僕の手だ。誰も彼も救おうなど、攻撃は兵の被害を抑えたくば神を見捨てることだ。民を見捨てては何も成し得ません。民も味方も救ってみせます。これもお役目なれば。いざ。僕の手だ。その武勇あやかりたい。敵軍師がまだ何か隠しているとすれば、ベルモトが守るあの軍、叩いておくにしかずだ。私は本来専門なんだけどね。僕の手だ。これをもっとやるしかないか。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。これだね。さすがですね。次の一手につなげなければ。神妙を突す。ただそれだけのこと。僕の手だ。参ります。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。僕の手だ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。もはやこれ
ここで一手、この戦果次の一手につなげなければ。いざ戦わん。ここで一手で敵将打ち取りました。引いていきよる。このまま毛利を逃げて戦はしまいとろう。そうはさせません。我らは毛利軍を追撃します。開門。今です。一の船に合図を。あの鉄張りの巨船を攻めるのです。ここまでこらえた甲斐があったわ。者ども一斉に進軍せよ。不平を出したくなる機会はいくらもあったはず。よくここまでこらえたものだ。やるしかないか。甘いだけかと思ったら肝も据わってるんだ。俺高影さんのこと嫌いじゃないかも。私は本来呪文労働専門なんだけどね。敵船の制圧はなりましたね。では南の迂回路より退却してください。へえ、あの大きい船を盾にして逃げるつもりなんだ。賢いな。気楽なこと。急ぎ追撃せねばなるまい。俺も行くよ。高垣さんに挨拶にしておきたいですね。退却の指揮は父上にお任せします。私は追っ手を止めてまいりましょう。いや、私も一緒に行くよ。高垣にまで知られては困るからね。ちょうどいい。出向く手間が省けたわ。私こそ天下無双の計り神ってなっちゃうか。毛利元就、兵を打たねば乱世は収まらぬ。その首もらい受けるぞ。なるほど、乱世の収束が君の望みか。案外高垣と気が合うかもしれないね。そのいでたちは羽柴秀吉だ。君はなかなかいい軍師を持っている。彼らをうまく使えている君もまた歴史に名を残すべき名将の器かな。いやいや、そうだって危うく敵の術中にはまるとこじゃ。毛利軍なかなかやるの。勘弁勘弁、あとは任せた。天に立てつき世を乱す火種消そう。この戦果次の一手につなげなくて。矢を筆に持ち帰る日も近くなったかな。高影さんって、あなたは何者ですか。
俺は両兵衛の一人、竹中半兵衛。相方の黒田官兵衛ともども、よろしく。この戦果、次の一手につなげなきゃ。医師となりましょう。竹中半兵衛に黒田官兵衛、なかなか面白そうな軍師でした。軍師両兵衛か、高影と気が合いそうな二人だね。やるね、小早川隆景。その恐るべき才、そして裏腹な優しさ、ま、乾杯かな。ところで官兵衛殿、顔色悪いよ。もしかして死んじゃったりしない？この顔色は元からだ。心配には及ばぬ。死を覚悟してる人ってそうやって隠そうとするよね。心配させまいって変に気遣ってさ。官兵衛殿が死んだ後、秀吉様に天下統一の策を授ける人がいなくなっちゃう。私が万一死んだとしても兄がいるではないか。無理だよ、俺一人でなんて。ねえ官兵衛殿、心当たりない？天下を治める策を一緒に練れる軍師。一人いるとすれば小早川隆景か。いい人選だね。彼なら才も十分だし、官兵衛殿同様優しいし。私は優しくない。兵の認識違いだ。戦を見れば分かっちゃうよ。多分その小早川隆景にもね。これで官兵衛殿が死んだ後も大丈夫。世を太平に導けること間違いなしだ。私が近いうちに死ぬのは決定事項なのか？軍師たるもの、あらゆる事態を想定しておかないとね。あ、そうだ官兵衛殿、もし俺が万が一死んじゃったとしても、今の策を置き換えてやればいいからね。